はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節の働き ④ をお送りします。で、前回までの ③ まででね、主語、述語、修飾語、接続語、独立語と、まあ、5つのほにゃらら語っていう役割をね、勉強しました。で、こっからですね、関係について動画を2本撮っていきます。その1本目ね。で、今回の主役はもう書いてあります。この並列の関係、これについてやっていく。で、問題がここに8問載ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、さっき言ったように、ここから関係を勉強していきます。で、これがまあ今回並列の関係、これが主役なんですけど、関係ってね、まず4つあります。これ覚えておいてください。関係は4つなんです。で、その1つ目かっていうと、そうじゃなくて、これもう3つ目なんです。実はあれ、あと2個はどこかっていうと、これ前の主語述語とか勉強してた時に、まず主語述語の勉強のとこで、主語述語の関係っていうのを板書でね、書きました。俺の動画の中でも、まあ、あの別の言い方で手術の関係だね。ちょっと噛みましたね。それが1個目なんです。で、その後、就職後の勉強した時に、就職、非就職の関係で、それが2個目だったの。だからもう2個出てきてるんです。で、今回のこの並列の関係は3つ目の関係になります。いいかな。で、並列の関係って何かっていうと、漢字にね、並って並ぶっていう漢字。だから、ある2つのも、まあ、3つとかもあるんだけど、そのものが並んでるイメージなんです。イメージとしてね。で、一応言葉としては、2つ以上の文節が対等に並んでいる、その関係を並列の関係って言います。ほとんどがね、問題だと2つです。3つとかあんま出てこないけどね。で、今やる問題は、次の文の並列の関係にある2文節に線を書いていきます。つまりこれとこれが並んでるよねっていうのを探しに行けばいい。で、例えば1番なんだけど、これいちごとバナナを食べたんです。いちごとバナナを食べた。これ答え先に書いちゃうね。これどこかっていうと、いちごとバナナを、この2つの文節が並んで並列の関係になってます。で、もうイメージなんだけど、ここはね、あるものとあるものをって2つの中一緒のものが言ってるじゃないですか。もうこれが並列の関係なの。だからもうそうやって覚えちゃうと楽です。でも全部それで通らないんだけど、でもそれが一番シンプルな考え方で、例えば2番、次ね、国語と数学を勉強するんだよね。ちょっとこれ色さ交互にやっていくね。次青で解きます。あの色違うけど気にしなくてもいいからね。国語と数学を勉強する、これも答えは国語と数学をっていう2つの、国語と数学両方勉強するんでしょ。だからこの2つが並んでるイメージなんで、そこが並列の関係になります。いい？で、こういう感じで解ける問題はまだいっぱいあって、ちょっと1個飛ばしますね。4番からいきます。で、母と姉が帰宅するんです。で、これも帰ってきたのが母と姉なの。二人一緒に帰ってきてる。だから、この二つが並んでるイメージで、母と、そして姉が、この二つの文節が並列の関係になってます。いいかな？だから、まず、ほにゃららとほにゃららみたいな関係になってるのは全部並列です。基本的に。で、解くとやりやすい。で、じゃあ次3番。彼女は、真面目で素直な子だと。で、これとがないよね。例えば彼女と彼はとかだったら、その彼女と彼がね、あの並列になってるんですけど、今彼女しかいないからね。じゃあどこかっていうと、これはね、真面目でっていうのと素直なっていう、この2つが並列になってます。これは彼女のことを表現しようと思った時に、真面目だし素直なんだよ、この子。だから2つのことを持ってる。だからこれ2つが並んでるイメージ、真面目ってことと素直ってことがね。だからこの2つが並列の関係になります。で、それと同じように解いていくと、5番、彼は静かに優しく語り始めたんです。で、これも彼しかいないんで、ここじゃないんだよ。彼と何とかではないからね。じゃあどこかっていうと、語ってくれたんだよ。その時にどう語ったかって、静かに語ってくれたし、そして優しく語ってくれた。だから静かにと優しくが並んでるので、この2つが並列の関係になります。で、どんどん行こうね。次、このみかんは甘くて美味しい、
これも、まあ主人公とか、まあ主語はね、みかんです。このみかんだけなので、何々とってわけではない。じゃあどこかっていうと、みかんのことを表現するときに、みかんが甘くて、しかも美味しいんだよ。甘いし美味しいっていうね。最高ですね。で、この二つが並んでるので、これが並列の関係になります。で、次。庭に赤くて綺麗な花が咲くんです。いい？で、これもほにゃららとっての特にないね。だからそこではなくて、どこか。これは花を表現するときに、花が赤いんだよ。しかも綺麗なの。いい？赤いし綺麗。これが二つ並んでるので、赤くて綺麗なっていう。この二つの文節が、並列の関係になってると。いいかな？で、最後。ちょっと長いですね、最後はね。いきますよ。男性に道を尋ねたら、親切に分かりやすく教えてくれたと。で、これもどこかっていうと、二つののが並んでるところです。で、ほにゃららとっていうのは特にないね。だからそこではないと。で、どこかっていうと、まず答えから言っちゃうか。親切に、そしてもう一個。分かりやすくです。この二つの文節になります。で、これは、道をね、質問したんでね、道が分からなくて聞いてみた。そしたら教えてくれたの、男性が。で、どう教えてくれたかっていうと、親切に教えてくれた。し、分かりやすく教えてくれた。つまり、親切っていうことと分かりやすいってことが両方並んでる。なので、そこが並列の関係になります。いいかな？なので、こんな感じでね、並列の関係はね、解いてみてください。では、今回は中学校国語文節の働き丸4をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、ラストもう一個関係があります。で、その関係を次回取りますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。